毒画家とは、昆虫校長目に属するトガである。漢字にすると毒画だが、毒を持つ種は少数である。成虫は前足を前に伸ばして止まる種が多い。羽一面が白いか、それに近い種もいる。一部の秋に出現する種では、メスの羽が大か、オスと形態が大きく異なる。幼虫は毛虫で、多くは背中の一部に、コブ状の盛り上がりと、 ブラシのような毛束が並んでおり、黒地に赤やオレンジといった派手な配色である。毒画家の学名はライモントリデイ、マイマイガ族の学名はライモントリアであることより、日本語で言う毒画家は、世界ではマイマイガ家といったニュアンスで捉えられていることがわかる。主要な外中種である毒画や茶毒画など、毒画族に属する種は、一生を通して、独身網を持つ。 これらの種の毒心毛は長さ0.1から0.2ミ、mm、リメートルほどで幼虫の主に背中にある毒心毛創生部に束になって生えているが非常に抜けやすい。眉にも毒針毛が付着している。成虫にもその毒心毛が付着しているため、成虫に触ると毛が刺さる。メスは卵に幼虫器の毒心毛をこすりつけるため、卵も触ってはならない。中には、 マイマイガのように一霊用中の磁期しか毒心網を持たない種もある。毛が刺さった場合は、そこを触らずにセロハンテープなど粘着物で毛を取り除き、水で洗い流した後コーヒースタミン剤を塗る。冒頭でも述べたように、毒のある種は少ないのに、毒ガと名付けられたのは、ガの中で唯一成虫にも毒のある種を含み、なおかつ、それらに遭遇する機会が多いためと思われる。 和名が幼虫に毒のあることを連想させず、色彩も保護色的な枯れはがる意図は反対の境遇であろう。永名も多せくもすで毒があることにちなんでいない。ありがとうございます。